ユーカリガオカ線は、千葉県桜市にあるユーカリガオカニュータウンにおいて、ニュータウンの開発会社であるヤママンが運営する、新交通システムで、同市のユーカリガオカ駅を起点とするラケット上の、線形の AGT 路線である。不動産会社であるヤママンの鉄道事業本部が運営しており、6つある駅は各駅とも、ニュータウンの住居から徒歩10分圏内になるよう、配置されている。 異業種からの鉄道事業への参入は珍しい。しかし、鉄道事業に新規参入し、開通後も自社で運営を続けるという経営判断は、当時の運輸省から、不動産屋が鉄道を走らせるとは何事だと難色を示され、実現までに多くの調整を余儀なくされた。第三セクターを除く、準民間企業経営の AGT としては、日本初の事例であり、 2021年時点でも日本における住民間資本による AGT はこの路線と西武鉄道山口線の2路線しか存在していない。ただし西武鉄道は普通鉄道も運営しているため AGT のみを運営する住民間の交通事業者の路線はここだけになる。鉄道事業法に基づく鉄道で愛知県小牧市にあった 東海大新交通東海大線が廃止となった2006年10月1日以降、日本の AGT で唯一の案内機場に中央案内式を採用したものとなっている。この方式は日本車両などが開発したボーナーと呼ばれるもので、ユーカリが丘線開業以前には千葉県奈良市の市にあった多日遊園のアトラクションとして設置されていた。 ユーカリガオカ駅公園駅の区間は両方向に運転される単線。公園駅女子大駅公園駅の区間は片方向きにのみ運転される環状線になっており、ユーカリガオカ駅を出発した列車は公園駅から環状線を半時計回りに環状運転にして公園駅から再びユーカリガオカ駅に戻る。全工程の所要時間は14分。 逆方向に運転される列車はない。ユーカリが丘駅に戻る際には、車両の向きが出発時とは前後逆となり、そのまま折り返し運転が行われる。全線でワンマン運転を行っている。当初は、車内放送が自動ではなく、自駅放送は運転士が行っていたが、後に女性の音声による自動案内放送が行われるようになった。 運賃は均一性となっており、2021年9月時点で大人200円、小1 0 0円。定期乗車券や回数乗車券もある。乗車券は自動販売機と窓口で販売されている。パスモやスイカなどの IC 乗車券は使用できず、2009年に行われた国土交通省による業務監査においても導入する予定はないと回答している。 ついたち乗車券は500円で販売されており、ユーカリが丘駅のみで購入できる。二日、乗車券も存在するが、特定日のみの販売となっており、2017年5月時点で発売実績がない。例年7月下旬に公園駅付近で開催されるユーカリ祭り期間中の16時から21時までは、無料運行となっていたが、2017年より、 有料運行となった。道路線は1982年の開業以来2014年時点で人身事故などの運行障害の発生が皆無であり、無事故運転を継続している。山間は運転業務の功績が優秀と認められる、鉄道等の運転部事故事業者として10期連続10回の国土交通省関東運輸局長表彰を受けている。 2014年には10期連続表彰を記念し、記念貢献乗車券を発売した。また山満は2013年10月、他年にわたり鉄道輸送統計調査の趣旨を理解し、正確かつ迅速な報告に努め、国土交通業務に貢献した功績により、第20回、鉄道の非鉄道関係功労者大臣に表彰部門、国土交通大臣表彰を受けた。 ありがとうございます。